次に足立康史君。足立康史達康君。維新の党の足立康史でございます。えっ、ー、と今日はあの、えー、50分も頂戴をしてましてあの恐縮です。あのちょっと裏の理事とのコミュニケーションミスで、あの本当はもうちょっと少なくてよかったんですけど、えー、50分いただきましたんであのせっかくの時間ですのであのしっかりとお質問させていただきたいと思います。まずあのえっ、ー、と先般来のあの質疑の中で。 あの与党合意についていろいろわわ言いまして、大変あの公明党の皆さんには失礼をいたしました。あの公明党と自民党の合意についてね、えー、なんだこれはということを申し上げましたが、実はあの高橋静子委員からがあの、いや、あれは公明党じゃなくて民主党なんだと、言っていること分かります、まあ、そういうあのご示唆をいただきまして、あのあ何言っているか分かんないですね。あのいずれにせよ あの民主党に、民主党をはじめとする野党がいろいろと、いろいろと発言をする中で、与党がいろいろご苦労されているということをまあ改めてえ高橋委員から教えていただきましたんで、いずれにせよ、それはあのちょっと申し上げたいことは、委員会の場で。 まあいろいろとこの申し上げることはあるかと思いますが、私が申し上げたい最大の根本のところは、自民党政権と、自公政権と民主党政権が再三、再三ではないな、1回、2回とえ交代をする中で、そのあおりをですね、やっぱり大変この労働分野の法律はあの受けてきたということを、やはり私は明確に、 なかなか行政の方々はそれを言えませんが、我々政治家でありますから、政権交代の中で政策がどのように影響を受けてきたかということについてはね、しっかりとテーブルに載せていくということが、今後のためにも必要であると、このように思ってやっていることでありますので、何卒ご理解をいただきたいと思います。でそのの民主党政権の長妻プランについて もう一度、もう一度というか、改めてちょっと確認をしておきたいことがあります。あのえー、参考人質疑がございましたで、経団連の高橋委員の方から、あの26業務にかかる、まあ、長妻、えー、山の井プラン、長妻山の井プランを通じたです、ね、26業務にかかる解釈厳格化、これ、大変あの経団連の高橋参考人は、えー、大変な混乱が当時生じたと。 ということでご紹介をされ、関連雇用が100万人から50万人に減ったんだと、こういうご紹介がありました、私もその数字については、その場でも高橋参考人に改めて確認をしましたが、これ、政府としては、この26業務にかかるまあいわゆる適正化プラン、長妻プランの影響、これが派遣,派遣の雇用の、ま、あ 高齢者数にどういうふうに影響したと評価をしているのか、これぜひ、政府の見解を教えていただきたいし、もし、このまま24年改正のみなし制度が、労働契約申し込みなし制度が施行された場合に、どの程度の影響があると、政府は評価しているのか。 ぜひ大臣の方からご答弁ください塩崎厚生労働大臣あのまず、労働者派遣事業報告における、いわゆる、まあ、専門26業務に従事した派遣で働く方の数というのは、えー、平成21年の約90万人から、平成26年の約49万人へと、まあ、減少しているわけ。 でございますで派遣で働く方の数というのは、まあ、景気や雇用時あの、それから失業などの情勢のほかに、まあ、多様な働き方を希望する働く側の方々の意向とか、まあ、あもちろん経営者側の意向もあって、さまざまな要因に影響を受けるものでありまして、この要因は一概には測、まあ、りかねる、あるいは一、まあ、つで、 原因をすべて語るというのは、なかなか難しいのかなと思いますが、この間のいわゆる26業務に従事した派遣で働く方の数の減少というのは、平成22年2月実施の専門26業務派遣適正化プランも影響しているとの指摘があることも承知をしているところでございます。それとともに、いわゆる26業務における期間制限にかかる行政指導件数が、 減少したことから、その観点で一定の効果はあったものとは考えるところでございます委員長、この行政指導件数が減少したというのは、私も事務方から聞いているんですが、これは、えー、26業務の解釈が、えーまあ、収束するというか、安定していったからなのか。 厚生労働省の行政指導の姿勢が変わったのか、これどっちですか、部長で結構です。坂口部長。いやあの私どもとしましてはあのお現行のあの法律をしっかりあの。 適正化を図らせると、図っていただくということをあの、派遣会社に求めていくということが重要でございますので、あの指導そのものの姿勢をたえていくということはございませんが、あやはりあのこの適正化プランということを契機に、この期間制限の違反についての、えー、周知、徹底ということの取り組みということを通じながら、あ行政指導の件数ということが徐々に減少してきたということも含めて、あの一定の効果があったものということで考えておるというところでございます。 やつえちょっと腑に落ちないのは、もしそうであればね、このまま続けていけば、この26業務の,その線引き問題、これはあの解消、要は減ってきたんであれば、その修,あの修練というか、解決していくとご認識ですか。坂口部長 いたしますあのこの問題につきましては、この,あの今の先ほどの適正化プラン、平成22年の2月に実施したあわけでございますけれどもあの、その後の,あの平成24年の,あの、えー、この派遣法改正の国会のご審議の中でも、やはり、 引き続きこういった問題についてはあの、ご議論がなされたということかと承知しております。であのそういった状況の中では、やはりこの今申し上げたような、あの私どもとしても、行政としての取り組みということでの適正化ということを図ってきたわけではございますけれども、やはりこのいわゆる専門26業務を除いて、この期間制限を設けていると。 という制度の中で、えー、このいわゆる20専門26業務の専門性ということ自体がやはり時代によって変化するとか、あるいはこの対象業務に該当するかどうかあということについて、これはあの、えー、労使双方にとって、えー、分かりにくいという課題は あ私どもとしても一生懸命やってきたところではございますけれどもそこがあの払拭されたということにはなかなか言えないのではないかというご議論もありま当時のあの国会でのあの付帯決議もあったということでございますので我々とするとあのそこの分かりにくさという課題についてはあの完全にあの払拭できているわけではないかと思っておりますただまあの我々としましてはあの現行法ということの施行ということでございますので適正な指導監督であったりあのできるだけ分かりやすく そういったものの、ご理解を進めるという取り組みは、引き続き努めておるところでございます。けれども、繰り返しになりますが、全体としてのそこの分かりにくさというところの、全ての払拭ということには至っていないということで、認識をしております。足立康君坂井支部長,、えー部長あの、申し訳ないですが、ちょっとこだわるようですけどねあの、まあ。いわゆる行政サイドのご答弁としては、無理からぬところもありますが、あの正直、私の理解は。 この行政指導の件数が減っていったというのはね、必ずしもその26業務にかかる事態が解,決し解消に向かっているという数字ではなくて、むしろ長妻大臣がおられるときに、長妻大臣のイニシアティブで長妻プラン、長妻山の井プランが実施された、そのときは皆さんも仕方ないから、ある程度、 行政エンホースメンーメトすするわけですしかし、やればやるほど、玉ねぎを剥いても剥いても、中身が出てこないという状況でね、やはり行政,行政サイドがですね、やはり行政指導の手をやはりその緩めざるを得なかったというのが、 私はあ、まあ、もちろん私がアバウトなことを申し上げると、まあ、細かくは違うかもしれませんが、大きな構図は、政治と行政の大きな構図はそういうことであって、そして、今般の法律改正にこうつながったと思いますが、坂口部長。 お答えいたしますあの、まあ、あの先ほどもあの大臣、私からもご答弁しましたように、あのこの適正化プランによるあの影響ということもあの、そういう指摘があることも承知はしておりますけれども、繰り返しでありますけれども、私どもとすると、まあ、先ほどのような、 あ全体像をどう見るかということはございますけれども、一定の効果はあったものということでは考えておるということでございます、ただ、平成24年の国会での付帯決議ということもありますので、制度的な問題、あるいは指導的な指導監督の問題を含めて、そういった付帯決議を尊重しながら、私どもとしてはあのしっかり取り組むという姿勢で行政としては臨みたいということでございますし、臨んできたということでございます。 私の理解はです、ねあの、繰り返しになりますが、先ほど大臣からご紹介があった90万人が49万人、これ、あのまさに民主党政権のそういう、まあ、なんて言いますかね、26業務の実態を踏まえない政策の打ち出しの結果、40万人を超える雇用が失われた、これ、すべ、まあ、てではないにせよ、そういう。 可能性が、まあ、この数字から読み取れるし、少なくとも経団連の高橋参考人は、それを一対一でつないで陳述を、昨日ですか、されたわけでありますので、これは私は重たい労働政策場法ですね、重たい事実として、やはり記録にとどめておかねばならないと、このように思っています。そして、 あのもうあの10ペペーパーは私の絡みもあるんでもう取り上げませんがただやっぱりどうしてもあのもうえこの場で確認を大臣にしておきたいのはやはり大量の派遣失業者が派遣労働者が失業するという文言です大臣は不適切誤解を招くとおっしゃいましたがすでに先ほどあったような行政指導の結果90万人からまあ結果を含めて。 90万人から49万人に、実際に数字が変動しているわけでありまして、40万人の声が失われているわけでありまして、その先に10.1の,の労働契約、もしくはみなし制度が施行された暁には、これは大変な影響がある、大量の派遣労働者が失業する恐れがある、別にするかどうかわかりませんよ。 しかし、大量の派遣労働者が失業する可能性があるということは、否定できないと私は今でも思っていますが、大臣が紙のこの不適切誤解を招くとおっしゃったのは、今私が申し上げた認識、この制度が10.1で施行されれば、多くの派遣労働者が、要は、長妻プランを、で行政指導したときと同じように、あるいはそれと同じようなレベルで、大きな、 多くの派遣労働者が失業する恐れ、可能性があると私は思いますが、大臣、どうお考えですか塩崎厚生労働大臣あの現行のです、ね、労働者派遣法では、検査機での受け入れについては、いわゆる専門26業務を除,き除いて、最長3年という、まあ、期間制限を設けているわけでありますけれども。 この専門26業務の専門性がまあもう何度も言っておりますけれども、時代によっても随分変わるということ、それから対象業務に該当するかどうか、派遣で働く方とか、派遣先、派遣会社、それぞれいろいろな解釈があって分かりづらいということがまあ課題だということは何度も言っているわけでありまして、この厚生労働省ではで、専門26業務に関する疑義応答集を厚生労働省ホームページでも公開をしておりまして、 え周知徹底に取り組んでいるわけでありますけれども、どの業務であっても、その業務に該当するか否かというのは、やっぱり曖昧な部分が残っている、それからあ業務単位の仕組みを維持す,あの維持するままでは、こうした課題をですねえ完全に解決することはできないんじゃないかというふうに考えておりまして、このため、派遣先が意図せずにえ派遣あの違法派遣を 受け入れて、労働契約申し込み見なし制度が適用されてしまう可能性はやはりあるというふうに考えているわけでございます。でまあ、こうしたことから、現行の期間制限については、平成24年の,まああの法改正のときの付帯決議を踏まえた上で、労使双方にとって分かりやすいまあ期間制限に見直すことが必要だというふうにまあ考えているわけでありまして、えー、まああのいわゆる10.1ペーパーでは、 このやや断言調にこういうことを書いたということが、不適切だったかなというふうに考えているところでございます安達康君、えー。この24年改正時のこ,とこの付帯決議で分かりやすい制度、でこの24年改正時の付帯決議に規定する分かりやすい制度について、今回のね、を受けて、 ちゃんと見直せというのを受けて、今回の法改正にすべてでないにせよ至っているわけでありますが、ぜひちょっとこれ、事務方に教えていただきたいのは、この法律を検討する際に、今の法案のような形で、今、大臣からもご紹介があったような法改正、これ、一つの私も出口、一つの議論だと思います。他にも選択肢を検討したのかどうか。 そのお政策立案の経緯についてご紹介ください。坂口部長、えー、今あの、足立議員の方からあご紹介ありましたように、平成24年のお労働者派遣法の改正法案で、えー、付帯決議が付されております。でその中で、えー、いわゆる専門26業務に該当するかどうかによって、 派遣機関の取り扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元、派遣先企業に分かりやすい制度となるように、速やかに見直しの検討を開始することということが。 謳われているわけでございまして、こうした背景を含めまして、私どもとしまして、検討会、あるいはこれ、労働政策審議会の中で、この分かりやすい制度となるように、ご議論を進めていただいたということでございますで。その中では、今回の改正案の中にあります個人単位、それから派遣先,単位派遣先の事業所単位の期間制限をするということのほかに、 専門二十六業務の内容を見直すこと、範囲を絞り込むということについても検討を行ったということでございます。その上で最終的には平成二十六年の一月二十九日の労政審の建議ということで、今回の改正法の内容に沿った形のものが。 適当だということで、26業務か否かに関わりなく適用される共通ルールを設けるということで、ご検議をいただいて、今回の改正案のような仕組みということで、ご提案をしているということでございます。ありがとうございます,います、えー。どういう理由で、さら問いですが、どういう理由でその26を絞り、まあ、なんて言いますかこう、より明確にその業務、 26業務というものを絞るなり、明確化するなりという選択肢がどういう理由でついえたのか、もう少し補足をいただけますか。坂口部長 あのその点につきましては、全体、議論の中で、トータルセットの,その期間制限のありようということでのご議論ということもされていましたので、完全にあの明確な形ということではないわけでございますけれども、やはりあの議論の過程の中では、この先ほど来出ている、いわゆる26業務ということについての、 特定という、専門性ということがやはり時代で変化する、あるいはその対象業務によってもいろいろ該当するかどうかというようなことがやはりわかりにくいということで、なかなかその絞り込みということについても限界があるというようなことの議論があったことも踏まえながら、やはりこういった点が結論として導き出されたということで承知しておりますわかりました、まあ、だから、まあ、要すればもともと業務で、えー、区分すると。 いうことが、もともと難しいんだということがね、やはり改めて分かったわけでありまして、難しいにもかかわらず、まあ、一連の経緯でこの26業務の,、まあ、あの運用が長年されてきたわけでありまして、あ,のある種、私は、まあ、こういうのをタブーというのかもしれませんが、長妻大臣はタブーにまあ触れてしまったと。そういうい意味では私は私 あの長妻大臣、いつもこう悪く言ってますがあの、悪いばっかりではなくて、今日この今回の法改正に至ったことまで含めて考えれば、まあ、問題提起はにはなっているという評価もできるわけでありまして、ただ、まあ、しあって、本当にあの本来はもうちょっとスムーズに、えー、新しい制度に移行させていく、それがまあ政治家の責任だと思いますが、一旦、えー 爆発して、現場も大変な混乱をして、そ,それをまあ修正する形でまあ落ち着くというのはま、あ,あまりうまい在り方ではありませんが、ハードランディングではあるが、ことここに至ってね、全体を俯瞰すれば、一つの問題提起にはなっていたのかなと、こういうふうに思うわけであります。 で私はです、ねあのえー、ここでも何度か質問等をさせていただいているように、一定程度、この法案の内容、理解できるところがあるわけでありますが、よくあの野党の皆さんというか、党内でもそうですし、民主党の皆さんとも、あるいは高橋はじめ共産党の皆さんとも、えー、いろいろ話をしててね、なかなか、まあ、あの派遣法があの物議を醸しているのは事実です、物議を醸しているのは。でその中で あのー、私、よく山野委員に言うんですね、これ、山野井さんの責任ですよと、えー、山山長妻さんと山野井さん、あいらっしゃい、いらっしゃいましたね、あの長妻大臣と山野井、当時は何ですか、政務官、政府に入ってらっしゃって、もう当事者ですよね、だから本当にだから責任者です、だから私は何かここであの山野の委員が偉そうに質問する立場じゃないと。 大臣もきっとそう感じになっていらっしゃると思いますが、私は心からそう思ってましてね、<laughs> それであの山野委員にあの、その責任を認めなさいと、当時の民主党政権が政策の間違いを認めるのであればね、私はもうちょっとゆっくり、要すれば、10月1日の施行延期法案を出して、だってもう10月1日まで日がないんだから、施行延期法案を出せば、 もう少し丁寧にこの派遣法の議論をする時間が取れるんじゃないかと、3度目の正直なのか、2度あることは3度あるかなのか、分かりませんが、山内委員からですねぜひ聞いてくれと、自分が、自分たちが間違いを認めたら、施行期日延期法案で対処できないかと、大臣、どうですか。 清崎厚生労働大臣まあ山野議員からは、そういうようなご発言はまだ聞いてないわけでありまして、<laughs> できたらぜひ聞いてみたいような気もいたしそうわけでございますが、いわゆるあのこの労働契約申し込みみなし制度については、この24年、平成24年の改正時に、いろんな議論があって、追加をされたというふうに理解をしておりまして、その施行については、当時の国会での議論によって、 改正法の施行から3年後ということで、えー、まあ決まったものでございます。で、その施行については、さらに延長するということは、同制度によって、図られるはずの労働者の保護が図られなくなるという側面も、えー、あるわけでございますので、やはり予定通り、まあ、今年し10月1日からの施行に、えー、お願いできればというふうに思っております。まあ、法律的には あの10月1日からの施行、うん、ということになっておりますので、まあその通りでお願いを申し上げたいと思っております,す。委員長、私安君。あ、ご答弁大変よくわかりました。間違ってたありがとうございます。<事>え、間違ってました。施工日9月1日。あ、施行日は9月1日？<laughs> あ、間違ってます？<laughs> 大丈夫ですね。流します。<laughs> はい。いや、このままスルーします。はい。あの大きな今長妻プラン。 の話はこれで終わります。で今日いただいているお時間でもう一つね、私、の今の、今までの話は、えー、参考人質疑における、えー、高橋参考人の意見に、まあ、受けて、えー、お話をさせていただきました。次のテーマは、えー、大久保参考人の意見、ご意見、大変傾聴に値するものだと私は思いました。 あの大久保参考人はですね、リクルートのワークス研究所の大久保所長は、派遣法にはね、相反するもの、相入れないものが、両立しないものが含まれていると、増改築を繰り返しながらと、こう表現をされ、その具体的な例として、臨時的、一時的ということを法文に書く一方で、すでに日雇い派遣を禁止をしているとか、 あるいは、常用代替はしないんだと言いながら、できるだけ正社員化を進めていくんだとか、あるいは、派遣切りだと非難しながら、障害派遣だと非難すると、こういうようにですね、一体なんなんだ、この法律はと、彼は大久保参考人はおっしゃったわけでありますが、大臣、これ、どんなふうにお聞きになりましたか。 塩崎厚生労働大臣あの大久保参考には、まあ、いろいろなことをあのお述べをいただいたというふうに思っておりますが、全体としてはです、ねえー、今回の改正案をご評価いただいているんではないかというふうにあの認識をしているところでございます。で今回の労働者派遣法の、まあ、言ってみれば目的を考えてみるとですね、 派遣事業の適正な運営を確保するということがまず第一。第二は、この派遣労働者の保護を図るということが第二ということで、派遣労働者の雇用の安定を図ると、実現していくということが目的ではないかというふうに思います。で、これまでもです、ね、経済産業構造の変化などを通じて、に応じてですね、その変化に応じて、 派遣で働く方の一層の保護と雇用の安定を図りながら、働く方々の多様なニーズに応じた働き方の実現を目指して、あ度重なる改正を行ってきたところであって、それぞれの規定というのは一貫して、この今申し上げた法律の目的、2つの目的をまあ大きな意味で達成するためにですね、 えー、設けられてきた、えー、規定でありまして、全体としてです、ねえー、見ればあ相反するというものではないんじゃないかなというふうに思っているところでございまし今、大臣がおっしゃったように、しっかりと法律を、まあえー、整理をし、えー、解釈をしていくということが、本当に大事であると、このように私は思っています。でそういういにです、ね、まあに一つ気なるのが、えー、25条ですね これは別に今に始まったところではありません、従来からある条文でありますが、いわゆる25条の運用上の配慮、この法律を施行運用するにあたって、大臣が配慮すべき事項として、えー、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び、その雇用の安定に資すると認められる雇用慣行 これを考慮すると、こう書いてます。で、私あのこの考慮っていうのはですね、まあ非常に平板な言葉ですが、あのどういう意味でしょうか。塩崎厚生労働大臣。えー、この第25条に。えー まあ考え方を考慮するとともにというのがございますが、えー、この現行のです、ねえー、労働者派遣法において、厚生労働大臣は、長期雇用慣行を文字通り考慮しながら、制度運用する必要がある旨を規定したものだというふうに考えているところでございます委員長足立安達康君。 いわゆるこの雇用慣行という、先日も私、ここで指摘をしましたが、この、このですね、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮、及びその雇用の安定に資すると認める雇用慣行、こういう言い方はですね、あの他の法律にはありません。まさに派遣法に規定をされているわけでありまして、で私あの、改めてこの同じ言葉が、えー 不足の2条2項、不足の二条二項にもですね、えー、同じ、全く同じですね、全く同じ言葉が出てまいります。でぜひこれあの、事務方で結構ですから、教えていただきたいのは、この雇用慣行、ここでルル書いてある、えー、雇用慣行という読むじゃないですよ、雇用慣行までのこの文書。 これ、どういう観光のことを意味していて、そして不足二条二項に,あのに損なわれる恐れと書いてあるのは、どういう事態を、どう具体的にどういう恐れなのか、ぜひご答弁ください。坂口派遣有機労働対策部長 あの今委員の方からご指摘ございました。今回のあの改正法の不足の第2条の第2項にの今ご紹介していただいたものがございます。これあの既存の当初出しておりましたあの検討規定という規定が あ3年を目途にという形での検討規定がありましたけれども、その規定に加えて、一定のケースについてあの速やかな検討を行うということで盛り込んだ規定でございまして、今、ご紹介ありましたように、その中にも先ほど大臣、あの先ほどの、えー、形と同じように、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮。 およびその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行という言葉を 使って条文を書いているというところでございますが、ご指摘の雇用観光につきましては、いわゆる長期,勧長期雇用の観光ということを想定しているというところでございます。また、続けて、この雇用観光が損なわれる恐れということにつきましては、正社員が派遣労働者に置き換わる、いわゆる常用代替というような状態が、常いわゆる常用代替が常態化するというような状,態状況ということを想定していると。 とというところでございます委員長足立志君えとこの今おっしゃった、まあ、あの長期雇用、まあ、日本的雇用慣行と、まあ、かつてよく言われたものでありますが、これは守るべき、今,今も厚生労働省にとってはこれ、守るべきものなんですか。<laughs> 聞いちゃいけないこと聞いちゃ答弁お願いします。厚生労働省 塩崎厚生労働大臣あの不足のですね第2条、第2項についてのお尋ねでございますが、政府としては、一人一人がそれぞれのライフスタイルやまあ希望に応じて、社会で活躍の場を見いだせるよう、 柔軟で多様な働き方が可能となることを目指しているわけでございます。でまあ、今回の労働者派遣制度の見直しも、その実現に向けた重要な取り組みの一つと考えておりまして、今、まあ、この雇用慣行で示されている、まあ、損なわれないようにしないといかんと言っているのは、今申し上げたようなことを想定した上で、 それに、まあ、沿ったようなあ労働市場が続いていくということが大事だというふうに考えているところでございます足立まあ、ありがとうございます、まあ、大変丁寧にご答弁いただいたわけですが、まあ、お聞きの委員の先生方、ご理解いただけると思いますが、あのやっぱり日本の雇用政策は、今、大臣、あるいは坂口部長がおっしゃったようなところが、私はあの実は肝だと思っていまして、 いわゆる派遣法ができた当時に、まあ、もてはやされていた、いわゆる日本的雇用観光、いわゆるまあ民主党さんの皆さんが大臣されているかどうか分かりませんが、大臣されているような、そういう観光ですね、これを、まあ、礼賛する時代があったわけです。しかし、今、まさにみじくも大臣がおっしゃったように、 むしろ、むしろ、むしろ、雇用形態にかかわらず、要は終身雇用っていうのは、ある一つの雇用形態です、そうですね、終身雇用というのは、一つの極端な雇用形態です。もちろん、すべての方が、逆にね、すべての方がそういう働き方に縛られることも、これは労働,者労働者にとっても幸せなことではないし、経営から見てもそんなことはありえないわけでありまして。 労働側、使用者側、双方にとって、そういう一律のというか、確率的な労働働働き方、これがドミナントであるということは、決して望ましいことではないと、私は思っているし、思っているわけですが、以前、派遣法ができた当時はですね、やはりそういうものがまず大きくあって、そういうものを損なわないことが、損なわないことが、 派遣法を運用する、まあ、最低限の条件だということで、多分法案ができたんだと思います。しかし今や、今まさに今、大臣からご答弁をいただいたように、派遣労働者もしっかりと保護をしていく必要がある。正社員だけを保護をして、派遣労働者は正社員を邪魔をしないようにするだけのことではなくて、正,社正規正社員という働き方、終身雇用という働き方もあっていいし。 派遣という働き方もあっていいし、勇気という働き方もあっていい。そうした様々な雇用形態について、労働者がその雇用形態に関かかわらず、その意欲や能力に応じて、多様な働き方を自ら選んで選択して、自分の持てる能力を十分に発揮していく。そして、充実した職業生活を営むことができるような、そういう労働社会を 私は目指していくべきだと考えてますが。大臣ご賛同、えっ、ー、と同じ思いだと思いますが。一応あの大臣に同じ思いだと思います。でも、先日ですが。まあ、私は今申し上げたいことについて、もし。ご見解がありましたら、ええー、ご教授ください。塩崎厚生労働大臣。これも先ほど申し上げた通りですね。あの、一人一人、まあ、人間は個性を持って。えー 生きているわけでその人生設計もいろいろあるわけでありまして、ですから、それぞれのライフスタイルとか生き方、働き方、まあ、そういうことに関する希望や、まあ、なんていうか、スタイルというのを持っておられるんだろうと思います、ますます持って、まあ、これまで以上に持っておられる人が増えていると。ですからそ、それぞれの方が社会の中で、それぞれですね、やはり、 しっかりと自分の働く場とか、生きる場とかですね、そういうものを持ち得るようにしていくために、私たちの作る法律がそれを可能にするようにしていくということが大事なので、やはりそれぞれですね、多様な働き方をできるようにしていくという、そしてその中で、 働く人たちをきちっとその守っていくということが大事なんだろうというふうに思います安ありがとうございましそういう今、ご答弁いただいた観点から言えばね、不足2条2項の規定は、若干、誤解を招きかねない表現かなという、私の感想だけ申し述べておきたいと思います。あとと残る時間で3点目あの今日も伊坂委員はじめとして 同一、えー、労働・同一審議法案、えー、ご審議を頂い,いているわけでありますが、あの私はあの、ずっとこの一連のお議論をですね拝見をしていて、一つだけちょっと、この厚生大臣はじめ皆さんに、えー、ちょっとご教授を頂い,いておきたいことがあるのは、いわゆる待遇、均、ま、等、あ、待遇、均衡待遇とこう言っておりますが、この待遇ってなんだっていうことですね。でまずあの あのー、まず厳密な意味で、この派遣法に書いてあるところの、派遣法に書いてあるところの、この均衡待遇の待遇、これはあの、まあ、もう何度か出てると思いますが、一応、再度、改めて簡単に教えていただければと思います。 お答え申し上げます、えー、あのこの待遇というあのことでございますけれども、今回の発見法の中でも、えー、待遇という言葉そのものはあの使っていないわけでございますが、あの第30条の2で、 均衡を考慮した賃金決定でありますとか、均衡を考慮した教育訓練および福利厚生の実施、その他というようなことで使っておりまして、議員ご指摘の待遇ということでいけば、給与、勤務時間に加えて教育訓練の実施、福利厚生施設の利用など、雇用主の労働者に対する取り扱いということを指すということで考えております委員長、安田氏安志君。これあれか、見出しは、見出しは関係ないのか。 ええー、と待遇、待遇という言葉は使ってないんでしたっけ、ちょっとか確認だけ待、待遇というのは、派遣法に待遇の2文字は出てこないんでしたっけ。坂口派遣有機労働対策部長。 あの失礼いたしました。あの見出しの待遇ということがございました。あの全体のあの、えー、用語としての定義のような形のものがないという趣旨で申し上げましたが、あの、えー、中身的にはあの先ほど申し上げましたような取扱いを指すということでございます。失礼します。またしありがとうございます。あのー、今まさにご紹介をいただいたように、いわゆる 均衡待遇、均等待遇といって、まあ、この委員会でも議論している待遇というのは、まあ、賃金とか福利厚生とか教育訓練、まあ、いわゆる、まあ、私の言い方が正確じゃないかもしれませんが、いわゆる企業経営の枠内で、えー、雇用者があ、非雇用者、労働者あをですね、まあ、雇用管理をしていくにあたってのさまざまなあ点をですね、えー、待遇、う それが均衡であるかどうかということが議論されていると思うわけですが、よく世の中で派遣を取り上げるときに、あたかも世の中の格差全体が派遣という働き方に象徴されているように、マスコミも取り上げることがありますが、私、世の中でよく言われている格差、格差は企業の待遇が問題だから起こっているというふうに、 何かあたかも労使の争いのような形で取り上げることに従来から実は違和感を持っています。で、どういうことかというと、まあ、要すれば広い意味での,その労働者の格差、労働者の間に生まれている格差があるとすれば、それは企業経営によっても,もたらされている格差と、それから社会保障制度等の、えー、企業経営ではいかんともしがたいような、えー、制度上の歪み。 これによってもたされ、もたらされていると、お私はあの考えています。これちょっと通告で10番、11番ひっくり返した方がいいかもしれませんが、あの、ひっくり返しますと、あの、例えば社会保険。た例えば社会保険というものを取り上げたときに、社会保険制度、社会保険制度のある種の 課題がねあって、それがいわゆる労働者の格差の拡大に影響しているということがあるとお考えかないとお考えかあるとすればどんな影響かご,ご教授ください。加取年金局長、えー、ご答弁申し上げます。あの例えばまあ年金制度について申し上げますと、あの先ほどあの派遣法は派遣労働者の 雇用の安定と、うんうんという話がありましたが、やはり国民の老後生活の所得保障という考え方に立って制度設計がされております。で、お話のようにその、働き方も多様化していますし、さまざまな就労形態ができたことで、さ、えー、まざ、あ、まな費用者の費用、費用者性を持った方が出てきたと、でそういう中で、えーまあ、現行の制度ですと、まあ、例えば労働時間4分の3以上とか、そういった形で、まああの 費用者年金の適用基準が作られていますので、いわばそういう労働実態の変化に対して、社会保険制度側がその制度の周辺目的に沿って、適切にまあその制度改正がまあこれまでできてきたかというご議論はやはりあるんだろうというふうに思っております。で実際はさまざまな雇用形態の対価の中で、費用者性がありながら、費用者保険の適用を受けることができない人たちと。 で従来ですと、そういった方々というのは、補助的な労働とか、学生のパートとか、そういう方だったわけですが、最近は、一家の主たる性刑自者で非正規の方というのもかなり増えてきていますので、そうなりますと、そういった実態に合わせて、被用者保険の適用の考え方というのも、やはりそれは考えていかなければいけないということだろうと思います。 また同時に、どうしてもどこかで線引きをしていますので、100万とか130万とか線引きをしますので、その前後で何らかの形の就労調整や、あるいは雇用する側がそれで、いわば適用のまあ回避をするための調整をしてきたような形で、やはり使用者側、それからまあ労働者側、双方にまあその労働選択の歪みというのが実際に生じてしまうということがあるんだと思います。この点は私も従前からまあご議論がありまして あの民主党政権時代のまあ税社会保証一体改革でも、費用者労働者の適用拡大、短時間労働者の適用拡大というような議論をしてまいりましたし、ああのその後のこの政権に移った後でも、やはりさらなるその適用拡大をすることによって、そういったものをできるだけ解消していくという方向性は、さまざまな審議会の方針、あるいは総理ご自身の答弁の中でもえ申し上げておりまして、そういった方向で、できるだけそういったものをなくしていくということで考えたいと思っております。 あの今、まああの、丁寧に香、えー、取局長の方からご紹介をいただきました、これはあのもう厚生労働委員の皆様、まあ、あにはあの、もう社会に説法なテーマでありますが、実はでもこれが実は大変大きい、私が実際に、あの私も経営者ですから、こうやっててです、ね、やっぱりあのスタッフの最大の関心は、実は社会保険だったり。 するわけでありましてあの今、まさに香取局長がおっしゃったようなテーマこそです、ね、実はあのいわゆる格差として働く方々があ悩んでいらっしゃる、まあ、例えばあ局長はまあ年金局長でいらっしゃるから、年金について言えば、いわゆる無年金、低年金、まあ、低年金といった問題が 加藤教授、もう一言ね、ぜひいただきたいのは、私は今、こういう形で労働市場がどんどん変わっていってます、労働市場が変わっていくのに対して、やっぱり今おっしゃった、例えばあの4分の3の,にかあの労働時間の問題とか、それから先ほどあった103万、130万。 そういった制度のまあなんていうか、愛論というか、いろんなものがそこにあるわけでありまして、その社会保障制度の見直しが、社会保険制度の見直しが、労働社会の実態についていけなければ、その狭間に当然、陥る労働者の方が生まれ、それがいわゆる格差として報道されるということが今、繰り返されていると、私は思ってますが、その、 その厚生労働省のそういう制度改革、一体改革でがんあの一旦の取り組みは、一定の取り組みはされていることは承知をしていますが、労働市場の変化に社会保険のありようはね、ついてい,けいかないといけない、私はどん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 離されていると、ああ行政の立場からお答えしにくいと思いますが、ついていけてますか。 加藤年金局長あの、まあ、努力をしております <laughs> であの今のお話については、あの一昨年25年の8月に、あのまあ、あの安倍政権の下で社会保障改革国民会議というのがございましたが、その中で、えーまあ、これは年金のとこの記述ですが、国民年金の被保険者の中に、被用者性を有する被保険者が増加していると、で本来、被用者として必要な給付が保障されない。 あるいは保険料が納められないという歪みを生じているとで、このような認識に立って、使用者保険の適用拡大を進めていくことは、えー、必要であるでさらに自らが主たる生形者となっている、まあ、非正規のパートタイム労働者の割合が約3割に達しているとで、若年の非正規労働者の4割が正社の転換を希望しているということで、非正規雇用の労働者についても、費用者としての保障の体系の中に影性が高まっているということを明確に述べておりますので、こういった方向でさ、えー、まざ、あ、まな改革を進めていきたいと考えています。 ありがとうございますまさに今、ご紹介をいただいたようなことでね、私は格差というものは、もっと広くちゃんと議論すべきで、何か派遣労働というような在り方にその,の、特に派遣,派遣法に基づくです、ね、世界で、その違法に、特に特定派遣で、違法なあ派遣労働、えー、派遣元が少なからずあって、今回の改正に至っているわけですから、そういう違法に、 行われている派遣契約、その事例を取り上げて、あたかも格差の根源であるかのような、えーまあ、ある種、レッテル・ハリーは、ね、絶対にやってはいけない、むしろ我々は正面から、えー、格差というものに、あるいは社会保険、労働社会の在り方、そういったものにしっかりと向き合って、本来どこが問題なのか、話を矮小化するのではなくてね、やっていく必要があると思っています。まあ、私もあの実は今局長の方から、えー 国民年金の中に、被用者制がある方が増えてきているというご指摘がありましたが、あの私は実は個人的には、私たち国会議員もですねあの、実は結構問題でありまして、あの形の上ではあの経営者のような顔をしていますがあの、制度的にはともかく。 実態的には若干、被用者性がありまして、日々苦労していることだけ申し上げて質問を終わりたいと思います。